はい、ということでどうも皆さんこんにちは、エルグランド R34 です。ちょっとね、また今回こちらトミカの方ね、2台フライデーの方していきましたので、こちら開封していきたいと思います。初回はと、プレミアムはございません。とりあえずこちらのダイハツロッキーとマツダ3の方だけ開封していきたいと思います。でまずこちらナンバー46番のマツダ3から開封していきたいと思います。スケールはね、66分の1です。箱はまあこんな感じですね、普通のって感じ。ちょっとね、爪のここね、塗装してて昨日緑に入っちゃって、全然落とせないままはちょっとこのままなんですけど、とりあえずちょっと気にしないでください。とりあえず開封します。本当にね、すげえ楽しみにしていました。トミカショップで見た時に、おっと思って、これはと思ってね、これはっていうか、すごいね、マツダの車ほら、減っちゃったじゃないですか。以前あった CX-5 もなくなって、パトカー仕様のね CX-5 か、あれ銀行の前のやつなんですけど、なくなってあーって感じだったんです。またね、マツダの車が増えて嬉しいです。では開封したいと思います。よいしょよいしょよいしょ。なんかちっちゃいく見えますね。まあまあまあ気にしないでいきましょう。なんかめっちゃ白、なんかちょっと待ってください。あ、オッケー。なんかね、貼り付いてまして、袋と完全に。ちょっとこれはよろしくないので。まあいいや、赤なんでちょっとね。ではね、車両の方を見ていきたいと思います。一応こんな感じになっていますね。前は、こんな感じになっています。マツダのローマーク入ってますね。で、なんか赤って言っても、普通の赤っていうかワインレッドみたいな赤ですね。後ろはこんな感じになっていますね。お、ちゃんとね、こちらマツダのローマークも、入ってていて、マツダ3と書いてあります。こっちもなんか書いてあります。読めんな。すっげえな、なんか。あ、こっちね、こんな感じです。裏はこんな感じになってます。めっちゃすげえ、なんか。すっげえな、かっこいいな。超かっこいいです、これ。なんかでも、ちっちゃく見えるんよね、なんか、ほら。すっげえなんか、ちゃっちく見えるんよな。なんて言うんだろうな。なんかさ、なんだろうな。いやーどうなんやろ、こんなもんなのかな。すっげえね、66分の1、あ、マツダのなんか CX-5 もそうだわ、ちっちゃ、いいね、めっちゃかっこいい。まあギミックもね、サスペンションしかないので特に紹介するとこはないです。以上です。あ、かっこいいんでぜひ買ってみてくださいって感じです。なんかちっちゃいよ、ちょっとちっちゃく見えます、はい、続いてこちら、ナンバー36番ダイハツロッキー。こちら初回があるんですけど、まあね、初回は、買えないのでしょうがないです。こちらで開封します。まあ箱はこんな感じになってますね。まあダイハツロッキーね、トヨタも、同じね、まあ OM 協議みたいな感じかな、兄弟車って言ったらいいのかな、トヨタのライズっていう車かな、そうで出ています。ライズ出るかと思ったら、まあロッキーで出たんですね、やっぱりいいね。ちょっと楽しみ。どっちも日本車だと、どっちも日本車だとすごくいいですね。とりあえず開封します。確かこれで廃盤が、ダイハツのキャストと、ホンダの CBR バイクですね、になります。こちらですね。なんか、いかにも黒なんで、ビニールついてそうな色してるな。はい、じゃあ見ていきましょう。まあこんな感じになってますね。そこ、あ、すげえわ。で、クリアパーツというね、このフロントの前のライトはクリアパーツになっていて、すごいかっこいいですね。今横こんな感じです。あ、すげえな。いいね。後ろもこんな感じになっています。でね、そこはこんな感じになってます。I の20。こっちも I の20だ、ね。製造番号ですね。いいね、ダイハツロッキー。いや、これよく街で見るんで、すごくいいと思う、これは。めっちゃいいね、かっこいい。好きなクリアパーツ。でもね、ギミックとかがないんですよね。このサイズなら無理なのかな。いや、でも、いや、いけると思うけどね。なんか諦めちゃった感じがすごいするね。ちょっと、これできるよな。正直、ダイハツのキャストとかがね、開閉機能ついてるんで、付け入れたと思うんですけど、なんかコロナでやっぱりしょうがないんですかね。まあでも、俺は文句ないっす。まあギミックないトミカ、ちょっと寂しい気はしますけど、まあ、これはこれで、またね、でも、やっぱ、付け入れるよな。CX5 とね、そんなに
後部のサイズ変わらんので、まあ開けれますよね、こうやってね。入れなくはないよね。まあでもコスト的なあれなのかな。それともこれあれか、座席的な問題もあるのかな。あ、でもすごいわ、リめっちゃリアル、いいかもね、これすごいわ。いや、これいいっすよ、かっこいい、いいね、ほらめっちゃかっこいい。ということで今回はこちらのすいません適当で2台の紹介でした。一応まあちょっと全部もう一回おさらいって感じで見せていきましょう。なんか塗装いっちゃってんのこれ、すっげー気になる、やだな。まあ明日ぐらいに買い直しときます。これは改造かな、改造します。ではまあ今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回のね、動画でお会いしましょう。またねー。